さあ、ここからですね、恒例のアングリー平井に行きたいと思います。さあ、今週のアングリー平井です。はい、平井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、今日はですね、今日ですね、今日の午前中なんですけど、セキュリティクリアランス法案が参議院で可決成立しましたので、これについていろいろな、流言飛語も飛び交ってますんで、特定機密保護法の時のようにですね。では何が正しいのかを、解説をしたいと思います。じゃあですね、早速、スライドから行きましょう。はい。これがですね、社民党のホームページなんですね。で、2月28日の福島党首会見。これは一億総身辺調査法だ。機密保護法大改悪法案を厳しく批判って書いてあるんですね。一億総身辺調査法。もう、この辺からね、もう、流言飛語、風説の流布。ね。デマ流し。あんな 99.9% じゃ関係ないですよね。関係ないです。だからね、この人はね、なんていうのかな、自分の主張を通すために平気で嘘つく、息を吐くように嘘をつくんですよ、これはね、はっきり言って。東京都知事もいますけど。一応弁護士。都市東大卒の弁護士なんでしょ。ねえ。だからね、東大法学部の弁護士がね、こういうね、法案も読めないのということなんですよね。で、じゃあそれが何がこうがね、風説の流布なのかということをちょっと話をしていきますが、このセキュリティクリアランス制度ってのは何かっていうと、当然G7 では日本以外には全部あってですね、国家における情報保全措置なんですよね。それでどういうことかというと、日本政府が保有している安全保障上重要な情報として指定された情報、これはもう安全保障上重要なんだよっていう、これを情報、これはですね、重要経済安全情報っていうんですけど、これにアクセスする必要がある人ですね。うん、で、これは政府職員と今回は民間事業者の、一部、アクセスする必要があるもののうち、情報を漏らす恐れがないという信頼性を確認した人たちの間で、取り扱いましょうという制度なんですよ。で、まずですね、これから説明していきますけど、セキュリティクリアランスっていうのは、自分がまず必要があること、そしてかつ手を挙げないと、その審査に入らない。だから一億総身辺調査なんてのは 100% 起こらない。これなんかこんなこと言ったら黙っていつの間にか調べてみたいに聞こえますよね。で、本当にね、こういうことを言うのがあの人たちですよね。もう根拠のないことをね。でもなんかコピーライターの才能あるのかなって感じ。これなんかプロのコピーライターが作ってるんじゃない、これ。買ってるかもしれませんよね。だから最初のね、社民党の福島みずほ議員が、これは一億総身辺調査法だと発言したことは、彼女の名誉のために事実誤認か、風説の流布だということなんですよ。平井さん、ここまで人法案も出てるんだから、事実誤認ってありえない。誤認ですね、これはね。誤認ありえない。ありえない、ありえない。法案読んでたらね。ね。そういう制度なんですよね。だから、国がこの人は、必要の、国の機密情報にアクセスする必要がある人で、かつ手を挙げた人を審査して、この人は機密を漏らさないよねっていうお墨付きを与えましょうっていう、それだけのことなんです。で、じゃあそこの法律ってね、どうなったかっていうと、4月9日に衆議院を通過してます。で、今日この放送が始まるちょっと前にですね、参議院の本会議で可決成立したということなんです。で、これがなんで必要かというと、問題は軍民両用技術なんですね。軍事転用できるハイテク技術。これをですね、例えばアメリカと共同開発しよう、イギリスと共同開発しようというときに、イギリスやアメリカとか、日本以外の G7 では全てセキュリティクリアランス制度がすでにあって、この人は、機密情報を漏らさないよと政府がお墨付きを与えている人たちがアメリカやイギリスや G7 にはいるわけですよ。
でその人たちと今度日本でこの制度ができると、じゃ あ日本人のこの人はセキュリティクリアランスの審査を受けて通ってますっていうと、これは政府がこの人は機密上漏らさないってお墨付きをしてるねと。でアメリカでもそういう人がいるね、じゃあ一緒にやりましょうと。イギリスでもそうですねと、じゃあ3カ国でやりましょうっていうことができるわけです。ところが今まで日本で何が起きてたかというと、そういうお声がかかるとですね、いや、うちの国はセキュリティクリアランス制度がないんですということを言われて、そうすると、いや、この人は漏らすかもしれないよねって相手は考えるんで、じゃあ日本を外しましょうっていうことになってたわけですよ。で、これがようやく、まあ、当たり前の制度が導入されてよかったねっていうことなんですね。じゃあ、どういうふうに構成されているかというと、ようやく法案が成立したんで、解説していくとですね、4つあります。まず保護の対象となる重要経済安保情報というのを指定しますと。これは、非公開、まだ未公開のですね、重要経済基盤保護情報っていう中から指定されると。それから2番目の柱のセキュリティクリアランスを前提とした個人及び民間事業者に対する情報の厳格な管理提供ルールっていうことなんですが、これは当然軍民両用技術をやってるような会社、防衛産業とかね、こういうところに従事してる会社とか、そこの研究者などが対象になるわけです。で、それはですね、まず一つが、事業者に対しては、安全保障に関わる事業をやってる事業者。で、かつですね、設備の設備をきちんと備えている。つまり、サイバーセキュリティがズブズブですとか言うとダメなわけですよ。サイバーセキュリティとか万全にやっていて、サイバー攻撃にもきちんと耐えうるような会社で、かつ、安全保障に関わる仕事をしている、ところですね。そしてそういう業者の中で、行政機関と守秘義務契約をきちんと結んで、必要な措置を取れるということ。そして、もう一つは、その国の、その重要経済安保情報にアクセスする必要があることですね。これが対象になるわけです。で、3番目の、従業員などに対するクリアランスということで、当然ですね、これからお話をするこの身体検査ですね、いくつかの項目で身体検査を行って、これをパスした人で、かつそのパス、その身体検査というのは強制ではなくて、いや私やっていただいて結構ですよと、本人が同意した場合に身体検査をやりますということなんですね。で、一応罰則があって、5年以下の、拘禁刑か500万円以下の罰金、兵科もあるというようなのが、大体ポイントです。ところが、それでですね、ところがちょっと私も前から言ってるので、問題2つあるわけです。一つは、適正評価、つまり身体検査をしなくていいですよっていう人たちが、この、赤の文字の下にずらずらと書いてるわけですけども、例えば大臣、国務大臣、副大臣、大臣、専務。一番危ない人し。一番危ない。そうなんですよ。こういう人たちがね、よくここの番組でも言いましたけど、例えば自民党に山田太郎さんという参議院議員がいる。はいはいはい、はい。この人は、デジタル政務官をやってたりしてました。はい、で、この人は、私がよく番組で言うね、中国、共産党人民解放軍の武器を開発する7つの大学の一つ、北京航空航天大学の現役名誉教授なんですよ。で、そういうね、人民解放軍とズブズブな人がですよ、政府の政務官になっていると。そして、なっていたですね。それが適正評価を受けないで、国家の機密情報にアクセスすると。これは非常に危険なことなわけですよ。これはだから全ての人が受けないとまずいんじゃないでしょうかと。で、二つ目は、二つ目はですね、行く前に、
じゃあ日本とアメリカのセキュリティクリアランス制度でこういわゆる適正調査、まあ、いわゆる身体検査の項目を比較すると、まあ、右側に黒い文字で、まあ、日米ともに調査される項目ということで、書いてます。で、ここでね、アメリカではチェックをされて、日本でチェックされない重要なことが抜けてる。例えば国家への忠誠。これ絶対必要です。それから外国の影響。ね。懸念国からどんな影響を受けてるか。それから外国の利益を優先する傾向。これもちゃんと、国家の機密情報にアクセスする以上チェックしなきゃダメです。で最後一番問題なのがこの性的行動なんですね。ハニトラです、はい、でこのハニトラっていうのはですねこう罠なんですよねこういうね、うん、でこれはどういうことかというとですねいや要するにこの女性と性的行為をすることではないんですよ本丸は女性と性的行為をしてその女性の裏にいる外国によって例えば国会議員が女性と性的行為に及び、ね、そしてその裏にいる懸念国に脅されることが問題なんです。で、この情報取ってこい、あの情報取ってこいじゃなかったら、この恥ずかしい写真をオープンにして脅してやると。まさに、超限戦ですよね。これを仕掛けられていると。だから、こういうことがあるかどうかをちゃんとチェックしなきゃいけないねってことなんです。で、これに対してですね、まあ、だから、性的行動に関する調査が行われないということで、まあ、ハニトラ対策は十分じゃないんじゃないの。このまんまではハニトラ国会議員の救済策となってしまうから、これじゃダメですよねって話。ほとんどの議員がね。さっきの、福島みずほさんよりも今の表現の方が、バッチリです。バッチリですか、ね、コピーライター的、コピーライティング的には。これ、ハニトラ国会議員。でね、これで、直さなきゃいけないねと。で、ところがですね、高市さんは非常に苦しい答弁をしてるわけですね。これはどういうことかというと、社民党の福島さんはですね、参議院の内閣委員会で、ハニートラップを調べるのかどうかを正したということを言ってるんですが、それは高市早苗経済安保省が参議院本会議で、性的関係を契機に漏洩の働きかけを指したものなら調査の対象だと明言したからなんですね。うん、で、私はね、ここで非常に疑問なのは、それ運用でやるのかどうか知らないんですけど、それであればちゃんと性的行動っていうのを項目に加えるべきなんですよ。だってアメリカの方は入ってるわけでしょ、うん、アメリカ入ってるんですから。ええ、そう。ちょっと意図的に外したとしか言いようがないじゃないですか。そうなんですよ。どうでしょう、うん。だから、これ法案を通すがゆえに、体がゆえに、高市さんが苦し紛れで言ってんのか、本当にあれ、実効性があるのかっていうのは私疑問なんです。例えばね、性的行為をやりましたと。で、これ犯罪だって言ったところで、いやいや、これ合意でやったんです、二人でって言われたら、これ犯罪にならないわけですよね。その行為自体は、うん、そのだって基本的にハニトラっていうのは形の上では合意の上でやってるじゃないですか、ええ、だからその、うん、犯罪相手が別に訴えるわけじゃないからそう目的は別なので、うん、だから犯罪になるケースは極めて稀ですよね。稀ですよ。だから、うん、犯罪でねしょっぴけるのかってこの高市さんの論法っていうのは、うん、逆にちょっと難しいような気がするんですよ。だから、うん、そのそれが例えばですよ、うん、不適切な、うんうん、つまりこの間まさに山田太郎さんですか、ええ、みたいなケースとか、ね、うん、そういう例えばそれがハニトラ目的であったかなかったかは別としてですよ、ええ、だってどれがハニトラ目的かって特定するの難しいじゃないですか。そうです。しかし例えば家庭があるのに、そういうこうなんかパパ活みたいなのをやっていたとかなんかその、どっかに囲っているとか、うんうん、なんとかっていうことがあった場合にはですね、その人はその方面に弱いとルーズであるとええということはハニトラの対象にもなりやすいと、うん、ということになるんじゃないかなと思うんですね。そうですね、うん、だってその行為そのものがハニトラのトラップとは
断定できないから。できない。しかし他のその他諸々の行動を見ていて、その危険性があるというふうな判断になるのかなと。でもそうするとですね、社用車で台東区専属とかに通ってる人はどうなんですか。そういうことなんです。そうなんですよ。私ちょっと、で、あの、写真週刊誌に撮られちゃったりして、ね、台東区生まれなので。で、すいません、台東区のイメージを落としてすみません。いいです、いいです、大丈夫ですよ。はい、でもそれ、そう、ね、どうなんだというですよね。で、そういうのがね、一番やばいですよね。特にね、うん、スマホに TikTok とか入れてるとね、うん、1時間ごとに位置情報取られてますから、ね、はいはいはい、あの、なんかあの街にいたよね、みたいな、ね。もう中国から全部、そう吸い上げられてるとかね。うん、非常に、だからやっぱちゃんと入れるべきですよね。絶対入れなきゃダメ。入れなきゃダメですよね。入れなかったらもうザルとしか言わない。ザルですよね。うん、で政府側はハニトラの疑いが認められれば適正評価で考慮される事実にある場合があるとの認識を繰り返す。だから結局ちょっとね、うん、あの及び腰じゃ自信がないんですよね、これね、絶対これやるぞっていう。でもそれ、その、うん、アメリカの参考とするアメリカなり欧州のものには入ってるんだから。入ってます、うん、だから別にそれをスタンダードとしてやればいいんだから。そうですよ。だからわざわざ外す必要ない。だ当然だってあの向こうは向こうで運用上、またどういうふうな場合をあの想定するとか、どういうふうな場合をその危険とみなすとかって当然定義があるわけだから、そうです、そうです、これをまあ真似すればいいわけですから。そうです、はい、あの山岡さんおっしゃったようにアメリカのガイドラインを見ましたけど、はいはい、性的行動全体をチェックするわけじゃなくて、うん、そのうちですね、うん、あのやっぱ それがきっかけとなって、あの安全情報を、あの情報を、重要情報を盗み出すような脅迫とか働きかけがあった場合は、うん、このチェックの対象になりますよってガイドラインに書いてある。なるほどなるほど。だからまさにあの今の話じゃないけれど、その理にかなったガイドラインなんですよね、うんうんうん、あの性的環境を全部あの調べるってことじゃなくて、そういう疑いがあるものについては問題視します。だから台東区に行くだけだったら、台東区、はい、あ、あの特定の地域に行くだけだったら、はい、まあ、言い直しても遅いですよ、ね。遅いです。大丈夫ですよ。はい、まあ、行くだけだったらまあ引っかからないと、それは個人のまあプライバシーの範囲だと。そうですね。だけどその後なんかこう脅されたりなんだかしてる、こう怪しげな動きがあるということは少しでも発覚したら、そういうことになるわけですか。なるほど、そうですね。そうです。だからね、例えばあの、国会議員の秘書にしちゃったりとかね、通行証渡したりとかね。ああ、いましたよね。ありましたよね。こういうことがあると、うん、あの調べられますよね。うん。だって、それは、だからその場合っていうのは、実際家庭も破壊してるわけじゃないですか。うん、で、別に脅されたわけじゃなくて、自分から余ってるわけじゃないですか。そうですよね。ね、だから、それはもろ当然対象にならなきゃいけないですよ。そうなんですよ。ね、で、そういう人がね、チェックをくぐり抜けて、で、その、まあ、特定経済安全保障情報ですか、これにアクセスして持ち出してしまったら、これ大変なことになりますからね。そうですよね。だって国会内を自由に歩かせるようなことをしてる人がね。そうですよね。考えられませんよ。考えられないですね。まあ、そういう問題点を残しつつもですね、はいはい、一応あの数時間前に成立したということなので、うーん、骨抜きにならないといいですね。いや、これ早くこの性的関係との追加しなきゃダメですよね。だって議論の余地もなかったでしょ、きっとアメリカなんかは。あ、うん、ないですよ。アメリカの民主党ですらもそんなことは言わなかった。言わないですよね。もう法律でそこできてますからね。007だってもう必ずそんなの常識ですよね。もうハニートラップっていうのが一番身近な危険性があるっていうのは。あるわけですからね。だからね、これはちょっと問題です。いや、だってそのまあ誰とは言わないけど、まあ木原誠二さんとかね。そう。あれだけだから別にだからそこが。ああいうことがもろもろあってですよ、うんうん、で、しかもなんか特定の場所にもよく行かれるとかっていう場合があった時に、そうそうそう、中北さんね、あ、中北さん、中北さんで通しましょう、中北さんで通しましょう、はい、それどうすんだっていうことですよ。だからそれがどこでその脅されたりなんだりしたって形跡があるかどうかは別として、うん、極めて
その脆弱じゃないですか。そうですね、これ本当にね、うん、ハニトラ議員救済法ですよ。ないそうしたら全員救済しちゃってそう全員救済しちゃって全然, 全然意味なかったっていうね。これね、追加しろって言ったのは国民民主党と、うん、あとあの独立の数名だけですからね、はいはいはい、残りはみんなちょっとあのハニトラ汚染が疑われるということなわけですというわけで、はい、では、はい、メンバーじゃなくて一般公開ライブ延長版これにて終了いたしまして、続きはメンバー限定ライブをご覧ください。お待ちしております。